はい、こんにちは、シャドウ大樹です。今日はですね、この並びを見るだけでちょっとびっくりかと思うんですけど、はい、今日武尊選手とコラボさせていただくことになりました。よろしくお願いします。武尊です。よろしくお願いします。世界王者の武尊選手とRISEの僕がコラボするということで、今日は対談って形でやらせてもらうんですけど、すごいことだよね、多分これは結構。そうですね。武尊選手あれ、他団体の選手とコラボとかってあります？ない、あれありましたっけ？僕ヒロヤさんと少しだけあった。ああ、ヒロヤぐらい。あ、はいはいはい。ちゃんとしたコラボ、初他団体コラボが僕のようで。そう。いやー、ちょっと光栄ですねこれは。まあでもね、これはね、実はすごいつながりがあるんです。そうですね。これは詳しくはまたこの後ゆっくり対談していろいろ。多分それがなかったら多分コラボしてない。そうですね。はい。事務的にもね、まあそうですね。的にもね、そのつながりがあったんで、今回コラボさせていただくことになったんで、ちょっと早速。対談の方よろしくお願いします。まず昔、僕高校1年生の頃15歳新空手でだね試合覚えてます？もちろん。でもそれがあったから今日コラボじゃないですか。そうですね。まずそこですよね。いや本当にありがたいことですね。嬉しいですね。これは他団体と俺も全然コラボしないから普段新鮮な感じもあるし、僕もその前からのつながりがあって、まあ連絡させていただいたじゃないですか。さすがに無理かなと思ってたんですよ。そしたら「あ、いいよ」って言ってくれたんで、僕ちょっとびっくりしてたんですけど、白鳥君のね頼みだったら何でもやるし僕多分覚えてるんですけど、武尊選手が僕がその新空手の K2 トーナメントの決勝で試合したの決勝でトーナメントやって、多分それアマチュア最後ですよね。あ、そうなんだ。そうかも。そうなんですよ。そうだ。はい。それでその次にプロデビューされたんで、僕もそれも見てて、僕が試合したっていうのもあるんですけど、そこからずっと武尊選手の試合はもう多分全部見てると思います。嬉しい。これは逆にそれこそそのアマチュアの時の話になるけど、新空手っていうトーナメントがあって、K2 だよね。 K2 って言われてて、そこのトーナメントに出て、あれ何人ぐらい出てたんだろう。ワンデートーナメントでね、1回戦が終わってて、決勝戦までお互い上がってきて、決勝戦でこれ本当だから今考えたら夢の対決みたいな感じでRISEの世界チャンピオンと K-1 の世界チャンピオンが新空手の決勝で当たってるんだけど、その時に俺はトーナメント表見てて、すごいなんか見たことあったの。白鳥大樹、あれなんだっけ、俺名前知ってんなと思って。空手ですごい有名だったじゃん。ああそうです。小さい頃、テレビとかテレビも出てたし、あの白鳥大樹かと思って、俺らさ知ってて、あ、こいつ上がってくんのかなと思って、本当に決勝まで上がってきて、ちょっと俺はちょっとドキドキしてた。マジですか。うわ、あれ、あの白鳥大樹とやんのかみたいな。そうマジか。俺が多分まだ18かな19かな。武尊選手その時多分坊主だったんですよ。あ、そうだ、負けてね、その前のトーナメントで負けて先輩に頭かられて、本当はその前のトーナメントで K2 のトーナメント優勝してプロデビューの予定だったんだけど、負けちゃってリベンジ戦じゃないけど、次これで勝たないともう次ないぐらいの時だったから、めちゃくちゃ気合入ってた。なるほど。決勝戦でなんか有名人と戦う感じ。そんな逆に。いや僕新空手はもうその前から出てたんですよ。でもその K2 ってそのヘッドギアないじゃないですか。でそれまでは僕K3 ヘッドギアつけて試合してて。あ、じゃあ同じ大会とかも出てた。あ、全然出てました。だから僕は見てて、毎回優勝されてたじゃないですか。すごい強い選手いるなと思って。でもファイトスタイルとかも結構好きで、ああそうなんだ。もうなんだろう、その頃からこう打ち合って笑って殴り合って倒してみたいな感じで、決勝うわ当たると思って。あ、そうだったんだ。思ってて、ちょっと多分あの時ちょっとビビってたっす。目の前でバンバン倒してるから、だってアマチュアのでっかいグローブでうわーっとちょっと思ってたっすあの時。いやそうだったんだ。俺もビビってたからちょっと、いやいや白鳥大樹かみたいな。まあ結果ね、僕が多分延長で負けたんですよ。そうだね、結構接戦でね、本当もう微妙だったんですけどね、僕が負けてたか、まあギリドローって感じだったと思うんですよ。延長でもう確実に差をつけられて負けちゃったんですけど、気持ちだけだった。あの時はもう多分技術とかもないから、もうとりあえずもう、まあ新空手って試合の時間的には短いから、そうですね、もうラッシュしたもん勝ちみたいなとこあるから、だから俺はもう最後の延長はもうなんかラッシュで逃げ切ったみたいな、結構接戦な。今考えるとすごいっすよね。それで、まあ、俺はそれ勝ってクラッシュにデビューした。僕プロデビュー、武尊さんがプロデビューされて、武尊選手が最後のアマチュアの相手だったんで、ずっと見てて、タイトルマッチ寺田選手とやった試合、僕直接会場で見れたんですよ。あ、そうなんだ。はい、めちゃくちゃあの試合がなんか僕の中で印象に残ってて、それ勝ってチャンピオンになられたじゃないですか。そう、ね、もうすごいな、気持ちをめちゃくちゃ感じたんですよ。気持ちしかないからね。でもやっぱ格闘技ってなんだかんだやっぱ気持ちが一番大事じゃないですか。ね、本当そうだね。団体違えど僕はすごい尊敬してますね。嬉しいです。泰二君は新空手の後はそこからもうライズの方に行ってたんだっけ？いや、僕はムエタイのジムに所属しちゃったんですよ、一回その後。あ、そうなんだ。でそっちでプロデビューしたんで、新空手出てた頃はまた別の道場でやってたんですけど、島田塾って覚えてます？ああ、おるおるおる。でそこがもうなくなっちゃって、近くのそのムエタイのジムに入って、そこでプロデビューしたんで、もうずっとムエタイの試合をやってたんですよ。あ、そうなんだ。はい、肘あり？肘ありでやってて。あ、そうなんだ。はい、WPMF ってあるんですよ。それ取って、その後一回やめちゃったんですよね。あ、そうなの？はい、キックやめて。あ、そうなんだ。ボクシング。ボクシング行ってたの？そうです。それ知らなかった。本当ですか？え、そうなんだ。そうなんです、そうなんです。一回キック離れた時期があったんですよ。もともと空手だよね。空手やって、ムエタイやって、もう完全に蹴り方面じゃん。そうそうそう、そうなんですよ。からボクシング行ったんだ。僕足痛めちゃって。あ、そうなんだ。一時蹴れない時期もあったんですよ。ジムとの考え方向性の違いみたいなあって、やめちゃってそのボクシング行って、ボクシングの10戦ぐらいだったんですけど。お、そんなやったんだ。はい、意外とこう4回戦だったんで、試合も俺なんかニュースで見たかもしれないですよ。ツイッターで流れてきてたわ。あ、本当ですか？あれびっくりしたもん。俺ボクシング行ったんだみたいなあったね。そっからきっかけはないでこっち帰ってきたの？ボクシングのなんかユースのタイトルマッチまでたどり着いたんですよ。結果負けちゃって、で僕大学も行ってたんですよ。あ、そうなの？はい、大学も4年間通ってて、でもちょうど卒業が重なるタイミングだったんですよ。試合も負けちゃってちょっと落ちてて、正直その時もうボクシングで世界狙えるっていう自信が全くなくて、普通に就職するかとかその考えてた時期があったんですよ、その卒業前に。ちょうどその時にその那須川さんからもともとつながってたんですよ。連絡もらって、うちに練習来いよって言われて、そこからてっぺんジム所属してやることになったんですけど。そっからライズ参戦なんだ。そうですね、だからライズはそっからですね。多分僕ライズに多分1戦2戦したぐらいで、多分武井さんと松川さんとかと一緒に。その頃なんだ。はい、その頃です。めっちゃ最近だね。多分2年前とか。そうだよね。そっから一気にね、一気にライズの頂点まで上り詰めてね。とりあえずそこまでは最近まだ負けずに来れてたんですけど、僕前回負けちゃって、ちょっと1回こう落ちたっていうか。勝ち続けてたんで、だから僕すごい思うんですよね。12連勝なんですけど、ずっと勝ち続けてこれて、前回こう切っちゃってカットでドクターストップになったんですけど、アクシデントっていうか、僕自体全然まだまだ戦える状態じゃないですか。切れてるだけなんで、そういうなんかアクシデントとかもなく、ずっと勝ち続けるやっぱ武尊さんとか天心とか、やっぱすごいなと思って、自分が前回負けて改めてその2人の凄さっていうか感じました。いやいやいや、全然。俺もだって一回負けたのアクシデントっていうか、もう鼻の反対。できるけど止められる。あれが一番やっぱ悔しい。いや、めちゃくちゃ悔しいですね。失神 KO で負けてたらちょっと諦めつくじゃないけど、俺って弱いんだなって思うけど、どっかでいやこれは俺の実力じゃないみたいな、なんか認めたくない部分。いや、そうなんですよ。まあ負けは負けなんだけど、俺はそれがあったからすごい今多分こんだけ勝ち続けてると思うし。アクシデントとかも運だけど、やっぱ運も実力のうちっていうし、それすらも起こさせないぐらい圧倒的に勝てるようになんなきゃっていう、なんかその負けず嫌いみたいな、そういうのがすごい強くなったし、あ、こういう負け方もするんだなっていう勉強にもなる。なんか試合の時もすっごい気持ち強いから、試合中にも気持ち折れることないじゃん。ドクターで止められちゃったりすると、もうなんかそこでストップだから、気持ちはあるのに戦えないみたいな。そうなんですよ。僕はもう本当やらしてくれって言ってたんですけど、この傷は無理ってされて、その負けってすごい俺は大事だなと思う。なんか負けないのが一番いいと思うけど、俺はあの負けがあったからこそ今があると思ってるし、シャドウ君もこの前のそのアクシデントみたいな負けだけど、もっと多分これから強いシャドウ君が見れるんじゃないかなっていう。同じやっぱ過ちは繰り返せないんで、あれがあったからこそこれからもまだまだ成長できるなと自分でも思ったんで。ただその時の試合でも頭真っ白になっちゃって、相手に挨拶もせずさっともうすぐリング降りて、あめちゃくちゃ叩かれました。いやまあしょうがない、ね、俺もねめっちゃそういうのある。めちゃくちゃ叩かれてるもう試合負けた後とかってもう悔しいし、それどころじゃないよね。いやもうそれどころじゃないから、はい、人間的にはダメだけど挨拶しないの、うん、それ以上にファイターだから特に気持ち強いじゃん、うん、2人とも気持ちが前面に出ちゃうんだよね。いやそうですね、俺も結構それ何回も叩かれてるからジムメイトが負けた時とかに挨拶が帰っちゃう反省はしてるんですよ。反省はしてます。その時はちょっと気持ちがね全面出ちゃうから。そうなんですよね。でも引退したらそういうのなくなるとちゃんと挨拶できると思うけど、現役中ってやっぱファイターの気持ちがあるから気持ちがやっぱもう出ちゃうじゃないですかね。そうだね、もうねなるべく挨拶するように反省します。すいませんでしたまあ僕はてっぺんジムじゃないですか。そうだね、ライズの選手で、まあ、K1 選手ライズの選手で何年も前から言われてるじゃないですか、うん、という選手と天心が試合見たいって、うん、そうだね。で僕ら的には分かるんですね。やっぱその絶対武生選手もやりたいって思ってるはずだし、それでもなんかファンっていうかアンチとかだから逃げんねよとか言われるじゃないですか。めちゃくちゃ言われるね。慣れたけどねこの試合がこれから格闘技界が盛り上がるための試合にしたいから、うん、どっちも上がる試合にしたい、うん、で俺らにとっても多分すごい大事な試合になると思うし、そこで格闘技界終わりなわけじゃなくて、その後にもそれこそ白鳥君もいるし K1 にも後輩たちすごいいっぱいいい選手いるし、その選手たちがこれからもどんどんもっと大きい舞台でやってほしいし、野球サッカーバスケに負けないぐらいのスポーツになってほしいから、その試合の後も K1 のこれ後輩たちとか若い選手ライズでライジンの若い選手たちはもっと注目されるようになってほしい、はい、俺たちだけ目立って終わったら意味がないなと思う。なるほど、やっぱその先のこともしっかり考えて、他の選手たちのことも考えてだし、まあそうだね、あとは格闘技界のことだね、うん、格闘技界ってまあこうバーンとブームがあってまた落ちてまたブームが落ちてっていうじゃん。またこれがこうなってほしくないんだよね。この試合がきっかけでドーンってもっと格闘技界が大きくなってほしいっていうのがあるから、そのための試合にしたくて俺は。まあ深い、そうですね、詳しいことはあれですけど、まあいい形でその、まあ、2人の試合が組まれて他の選手たちもこう組まれてとかできたら一番いいなと思いますね。全然言えないことまだたくさんあると思うんですけど、やっぱり本当にすごい格闘技界のことをやっぱ一番思ってるんだなって今日分かりましたね。俺がでも格闘技にすごいこう救われてきてる人生だから、白鳥君もそうだと思うし、格闘技がなかったらまた多分違った人生だったと思うし、うん、ファイターはみんな多分格闘技っていうものに感謝してるし、その気持ちをねみんなで思ってそうですね、これからも盛り上げていけたら、はい、ちょっといいですね。はい、一緒にまあ盛り上げてね、団体は違うけど、はい、一緒にやりましょう。これからもまあそんな感じでじゃあ、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。